ちょうど6日の日はね、私も仕事がないから、食事をね入れた食感みたいな、こうアルミニウムの缶があるんですよ、大きなね。それと味噌汁入れて、ある食感が2つをね、もうこの歩兵の乳剤からね、ここにそういう、緊急にここへ転属になったんですけど、ここは兵隊の住むとこじゃないんですからね、食事をする設備がないんです。ですからここの2部隊からね給与を受けておったんです。で朝もらってきて食べた殻を警戒警報解除になりましてね、そしてこうかえまた返しに行ったわけです。ここらに裏門があるんです。これはね、裏門がこうあるんですね。この門から入って返して、これでまたリヤカー引っ張ってね、空のリヤカー引っ張ってこう帰りよったわけです。このお堀のそばを、お堀のそばにいらっしゃる。そうそう、石垣のそばをね、まあこれが道路としますとね、こっちが堀の水があるところ で、この橋をね見てからね、石垣のそばを歩きながらね、ここに、ね、柳の木が植えてありましたからね、その石垣のそばを歩きながら、この堀にねどういう魚が おるのかなと、私だけですよ、こうやってその堀の中を見ながらこう歩きよったわけです。でもとこれ3人が歩いとったもんですからね、で2人は道路の真ん中を歩いとるわけです。私だけここはね平田が通るところでないから、よその方の偉い兵隊が通らんからね、これは自由です。もう上官なんかが出くわすと敬礼とかしないならんから、それはいらんから、私はこう石垣を橋からこの堀の中を、あこれどういう魚な、どういう魚がこれにおるんかな思うてね、眺めながらこうやって行きよったら、ビニールくだーいう声がしたんです。それでファッと立ってなんですよ、こっちの方から音がした思うて、こういうですから南東の方へ見て、ちょっとこう立ってこう向いた途端に、ね、青い光が写真のライトフラッシュか、あれを大体にバーッと目に青い光が入って、それっきりもうわからないんです。光は後ろから来た、こう横からね、こうになってこうやって、これからずーっと背中全部ね、そういや、ですから息を吹き返したのがまあ5分か10分か分かりませんがね、なんですよ、意識が戻って、そして見たら堀の水の上にこう浮いとった、そうそう、うつ伏せになってこうはね浮いとったことが分かった。それからなんですね、まだ爆発した時の塵がね、やらガラクタがベーッとそこらを一面を覆ってなってたからね、僕こうやって見てもまだはっきりね見通しが立たなかったですね。そうしよったらやられたやられたいう声がね耳入ったんです。耳の毛も他の2人がこの道路の上にやられてね、なんですね、一人は、少年兵がねリヤカー引っ張っとったんが、ね、リヤカーの取っ手を持ったままにこうなって背中が全部ずるやけになってもう即死しております。でもう一人は私らを引率しとった上等兵いうのがね
印象を作ったんですが、それがやられたやりたいと言ったんです。見るとそれも背中から後ろ、真後ろ、ね、から光線を受け取るもんだから、ずるやけどね、座り込んでおりました。それに気がついたから、私はすぐ上がりましてね、堀から上がって、でまあそれを上等兵を助けてから、こうかかって車して肩へね、こうやってから、ここへ帰って、この中へ請求が帰って帰らねえかいので行ってみよう行くことになったんだが、これ全部もう兵が、これも兵がしてありますからね、軍の秘密兵器があるところですからね、高い兵があるんです。全部兵ももう、まあ、バラバラになってね、このあった兵中の兵器の倉庫なんかも全部ガラクタになったんだ。ああ自分らたちのもうおるところがない、自分らの住むところが、まあガラクタになっとるいうのでね、どうしようか言うて、二人が、まあ、ガラクタの中に入っていったら、あれですよ、こう建物が全部ね崩れたんが、こう山のようにね、その重なっとるんですよ。その下の方からね、助けてくれ助けてくれいう声はするんですがね、私らがやられてる、それともずるだけだから助けるわけにはいかんしね。まあそうか言うてもね、自分やっぱり同じ部隊の兵隊ですからね、まあ一番ガラクタになった建物の一番手前の方に俺のはなんとかなるんじゃないかなと、二人でこうね、建物がガラクタになってるのは、それを除いてね、一人だけ、まあ、引っ張り出してやったわけです。それとそれが、鍛冶屋の兵隊でね、わしはこれ腰の骨が折れとるんじゃいと言う、腰の骨が折れとるから歩かれんよ。それじゃあ二人で真ん中を置いて入れてね、なんとかこう避難しよういう、あれもあれですよ、準備しておりましたらね、これをやっぱり技術将校で太夫ね、年寄りの兵隊さん、兵隊が来ましたね、将校がね、でそのガラクタになった山のようになった上へ立ってね、サービルをついて、サービルがこう曲がっておりましたからね、爆弾はどこだどこだどこへ落ちたかー言うてやっておらぶんですよ。がどことどこ落ちたいうことはな、もうこうその時でもね、私らこうやってね、その見たらあれですよ、だん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 何でしょう、霧が晴れたようになって、見通しが効くようになりましたけどね。そしていいね、この広島城はあっても石垣だけでね、これは全然木が幹だけが残ってね、と石垣とあとは何もないんです。あらこれはまあ大事じゃない、これだったら広島の爆弾が何万発と落とされたんだなと私は思ったわけです。